はい、こんにちは。しげちゃんで質問来てた。なんかね、インスタのダイレクトメールで、美容師なんですけど、29歳。お店をね、自分で独立してやりたいんですけど、何からやればいいですかっていう質問が、ざっくりとしたね、質問が来て。で、まあ、その詳細が全くわからないんで、なんてお答えしてばすればいいかね、わからないかったんですけど、まあ、僕の YouTube とか見て、ね、やっぱりこう、まあ、ほぼ僕一人でやってるんで、まあ、ぼっち美容師。まあ、そんなイメージで、なんか、やりたいのかなってね、思ってるんで、まあ、僕がお店を出して、で、今までに至ることを、まあ、ざっくりと、お話しすれば、ちょっと答えになるのかなと思うんで、まあ、文章で書くよりも、ちょっと、YouTube 見てくださいってね、送ったんですけど、まあ、参考になるかどうかわかんないですけど、で、僕なんかはね、その店を自分で出すっていう気持ちは全くなくて、東京に出てきて、最初すごいチェーン店の大きいお店でね、働いて、で、次もすごくね、小さいお店で働いて、で、その、まあ、大きいお店でも、まあ、店長までやって、で、次のお店はね、一つお店を任されて、もう3人でやってて、で、大きいお店にいた時はね、やっぱり広告費とか使って、新規がすごくいっぱい来るところで、次行ったところはね、まあそういうのもないから、で、SNS なんかもそういうのもね、なかった時代なんで、もうとにかく紹介で増やすと。ね、で、それでね、まあなんとかお客さんも増えて、で、その時はもう原宿だったんですけど、まあ、原宿もいっぱいお店あるんで、本当に自分が食っていくためにね、僕はその時ね、やっぱり給料もらってるっていうよりは、なんていうの、もう、こう、やっぱり自分も経営に参加してるつもりでね、任されて、で、売り上げ上げて、で、やってたつもりで、で、そしたらね、なんだろうね、これって自分で自信がちょっとついて、店とか自分でできるんじゃないかなっていう自信がついてきて、それからね、お店をね、出そうかなっていうふうになったんですよね。まあ最初からお店を出そうっていう目標があるのはすごくいいと思うんですけど、そこにはやっぱり、その出すまでの何をやろうかっていうよりは、それまでの、過程、何をしてきたのか、それで今結果がどうなのか、自分の売り上げがどうなのか、っていうのをね、ちょっとこう、振り返ってしっかり見て、そこに不安の方が強かったら、まあ、やめた方がいいかもしれないし、で、最低でもね、まあ、絶対とは言わないけど、やっぱり、店長とか、まあ、副店長とかぐらいまでなんていうの、経験してからやった方が、まあ、いいとは思います。で、まあ、そのね、質問してくれた人がね、どういうお店を自分で出したいかによって、また話は変わってくるんですけど、まあ、例えば、顧客ゼロからね、田舎に帰ってお店をね、出すとか、もしくは今の顧客をある程度持っていけてオープンできるのか、規模にもよりますけどね、人を雇ってやるのか、一人でやるのか、っていうのも、もう、ちょっと情報がないんで、まあ、やっぱり僕のことでね、僕はこうしてきたっていうので参考になればいいと思うんですけど、僕はやっぱり、最初3人で始めたんですけど、最低でもね、自分の売り上げで、ね、必要な経費がね、人件費から、家賃から、ね、まあ、固定費ですよね。半分以上は最低でも稼げる売り上げを持って立ち上げました。で、残りのスタッフがね、まあ、半年ぐらいで、自分のお給料分ぐらいまずね、稼げるようにしてくれればね、まあ、半年でなんとか軌道に乗るんじゃないかなっていうね、計画を立てて、まあ、もちろん銀行からはもうお金借りましたし、で、最初ね、まあ、なんとか半年ぐらいで、軌道には軌道っていうか、まあね、ギリギリですよね。必要経費全部払えるぐらいにはね、利益なんかもこれっぽっちですよ。自分の給料なんかも、本当最初の1年とか、30万も取れてなかったんじゃないですかね。まあ、それでも全然食っていけるしね。だから、で、僕はね、やっぱり最後が原宿だったんで、まあ、原宿で店出したいなとか、あと、下北沢で、店出したいなとかって思ってたんですけど、やっぱり10年、20年、30年も、お店出して27、8年経つんですけど、まあ、その先を考えたときに、やっぱり、
地域に密着したサロンの方が僕自身が長くねできるんじゃないかなと思って、まあもちろん家賃とかそういうのもありますけど、まあ僕も今世田谷の経堂ってとこでやってるんですけど、まあ決して家賃も安いとこじゃないんですけどね。まあただ原宿とかやっぱ下北沢ってやっぱりボンとね、売り上げがね、売り上げじゃねえ、家賃が高いんで、まあその分、そこにリスクを持つよりは、ね、まあ自信がなかったっていうのもあるかもしれないね。その、し、あの、し、原宿とかでね、ずっとやっていけるっていうのがね。だから地域に密着した、できるね、美容室の、地域っていうことでね、まあ今の場所にあるんですけど、それはもう今でもね、正解だったかなと思います。で、同じところでね、2回移転したんですけど、規模はね、ちょっと小さくなったんですけど、家賃もちょっとね、抑えれるところに引っ越したりとかね。で、結局、今は一人でやってるんですけど、ほぼね、まあ、面貸しさんとかいたりとかするんですけどね。で、多い時には4人ぐらい雇ってたんですけど、まあ、いずれ細々と1人とか2人でやるような感じになるかなと思ってたんですよね。だから、最低本当に1人でやっても、1人で飯食っていける。ね。1人で。でもね、家族養っていけるっていうね、つもりでね、まあ、意気込みというかね、まあそれはもう絶対譲れない気持ちで、ずっとねやってきた、もう参考になってんのかな、わかんないけど。だからやっぱり、店をこれから出すのに何をしたらいいかっていうよりは、もうさっきも言いましたけど、今まで何をしてきたかね、今までの経験でこれから店を出せるのかね、やっぱり店長とか副店長ぐらいまでね、経験したことがあるのか、もうプラスあとは自分の顧客をね、どれだけ今売り上げがあるのか、で、どこに出すのか、ね、っていうところで、もう一度振り返って、焦ることはないと思うんで、これがね、店出すのがちょっと1年先、2年先になっても、まあ長い人生、全然それってもう全然関係ないことなんで、だからちょっと振り返ってみた方がいいんじゃないかな。例えば、ね、1年店出したいのを2年先延ばしにして、ね、売り上げをもうプラス、ね、顧客をもうプラス、今の1.5倍、2倍に増やしてからっていうのでもいいかもしれないですね。ただ、顧客を持っていく場合は、その今のね、店との、その信頼関係も必要なんで、その辺のこともね、きちっと構築しながらね、そこのオーナーとやっていくのが、筋を立ててね、あと自分の、そういう、お金なんか貯めなくていいですよ。ね、お金貯めるんだったら顧客貯めてください。これ絶対。まあ、お金、着実に貯めれるんだったらね、少しは足しになりますけど、結局やっぱりね、自己資金だけでお店なんかできないんで、絶対借り入れとか起こさなきゃいけないんで、貯金するぐらいだったらやっぱり顧客、ね、つけて、ね、頑張っていけたら、29歳でしたっけ？ね、だよね。すごくいいと思うんで、頑張ってください。はい、しげちゃんでした。